こういうゲームってさ、ドキドキするよね。皆さんこんばんは。今回はですね、英語がね、ちょっと苦手なんで読み方が合ってるかわかんないんですけど、メイド・オブ・スカーって読むのかなっていうゲームを遊んでいきたいと思います。なんかさ、タイトルがさ、まあ電車の中みたいな感じだからね、あれなんだけど、結構揺れてるからさ、これだけで酔っちゃいそうな人いそうだよね。っていうことで、このゲームはどういうゲームかっていうと、めっちゃわかりやすく言うと、ステルスホラーですね。音を出すと見つかっちゃうようなタイプのゲームなので、まあバイオみたいな、こう、対抗策はないっていうことで、まあ逃げるだけのゲームってね、こう恐怖感が煽られるので、結構怖いですよね。さあ、ということで、ちょっと冒頭の話が長くなってしまったんですけれども、早速ニューゲームで遊んでいきましょう。難易度があるのか。ノーマル、イージー、セーフ、ハード。なんで真ん中から読んだって感じなんだけど、セーフ、イージー、ノーマル、ハードね。ハードだと、生き残ることに自信のある勇敢なプレイヤーへ、このモードで始めると途中から変更はできません。セーブに制限が、ああ、なるほど。バイオ1みたいな感じか。で、敵が早い段階で現れ手強くなっています。敵が容赦なく追いかけます。ほう。まあ、どのぐらいのゲームかもちょっとわかんないので、とりあえず、安定のノーマルでね、遊んでいきましょうか。グラフィックが綺麗。すごい綺麗だな。やっぱり電車の中なのか。Dearest Thomas, these are not words I wish to write. My father has learned of our plans, my love.Yet there is more, far worse, that I wish you to understand, but I fear you may believe me taken with madness. My father seeks to use me, as I have come to believe he used my poor mother. He wishes me to sing for him as she did, to become the star attraction that will draw good folk to this accursed spit of land. My refusal to do so has led to my confinement here at Scare Hotel. Stop, I cannot explain further, but ask that you trust me.I beseech you to compose a melody for me, a counter to the song contained within this locket of my mother's. I realize this request will seem strange, that your first thought will be to come straight here. But without your composition, all hope of holding back the darkness gathering here will be lost. Your love, always, Elizabeth.始まったのかな？E。楽譜、トーマス・エヴァンヌ。回転は？ん？あ、こうか。裏側、待って、これ、どうやって？どうやって？え？ん？こうして？待って。なんか、めっちゃ裏を見るのが難しい、これ。裏は何もないね。待って、これすんごい操作が難しいな。本当に綺麗だなぁ。スカー、イズ、なんて書いてあるのか読めねえ。待って、すごい綺麗なんだけど。でね、ちょっと説明が遅れちゃったんですけど、基本的に初めてね、見る方に向けた話なんですが、基本的にね、ムービー中は黙っていますので、よろしくお願いいたします。なんか、すごい、あれだね。雑に、インベントリー、アイ。あー、なるほど。これで、アイテム、このゲージは何？この左下のゲージは何？こういうところは開けられないのか。ずいぶん散らかってる、ね、列車だね。
というか、俺以外に誰も乗ってないの、この列車。うわ、綺麗だな。めちゃめちゃ綺麗。ちなみにね、このゲームも、俺がね、やりたかったゲームの一つなんですよ。っていうのもね、まあ、結構他のね、動画を見てくれてる方は知ってると思うんですけど、結構その、バイオハザードとかね、そういうのばっかりやってるんで、なんかこういうね、ステルス系のホラーってあんまり俺、やってないので、リサージとかもね、まあ一応、あれも逃げる系だけど、なんていうのかな、声をさ、殺したりとか、そういうことまではしないので、何もないの？閉じ込められてるかと思った。こういうの大体ね、閉じ込められるからね。開かないよね。じゃあ、あれを進んでっていいのかな？というかね、さっきのムービーのさ、メイドインスカーのロゴが出た瞬間、ドゥーンってなったじゃん。あれの時さ、もう、来る、シフトで、走りがあんのか。ってことは？コントロール ?C。C かよ。コントロールでしゃがめるようにしてくれ。ね、ドゥーンってなった時に、音量調整ミスったって思った。鼓膜が破れるかと思ったよ、さっき普通に。ソングオブホラーのね、実況を撮っていたので、音量をね、バカみたいに上げてるんですよね。なんで、いや、こんなに音量でけえの。そっちか。音量でけえのかと思ってさ。あ、これ、ペンダントの人じゃん。ねえ。いいか。んいい。あ、出た。スカーホテル、リニューアルオープン、有名歌手、プルーデンス・ウィリアムの娘が、次なるスカーの乙女としてデビュー。早いよ。エリザベス・ウィリアムズによる特別賞。ホテルではスカーポイントの温泉や穏やかな環境でおもてなしをいたします。1897年10月の30日。プルーデンス・ウィリアムズってのは、これ邪魔。邪魔。邪魔。これ時間経過で消えんのか。なんだっけ？プルーデンス・ウィリアムズってのが、この右側の女の人だよね。で、エリザベス・ウィリアムズってのが、この左側の、ペンダントの女の人だ。なるほど。うん。なるほどね。やっぱりね、こっちの方気になっちゃうよね。っていうか待って、手がかゆい。あ？歌声が聞こえる？犬に注意。これ開かない？開かないのか。うん。これさ、右クリとかって、左クリ。何もないのか。歌声が聞こえるね。とりあえずこっち側行ってみるか。いや待って、グラフィック本当に綺麗なんだけど。俺それしか言ってないけどさ。本当に。いやー、すごいな、これ。なんか、こんだけ綺麗だとさ、なんか、ホラー要素も、なんか、すごく、楽しめそうだね。綺麗なゲームって本当に怖いからね。うん。これかい？蓄音機があるとさ、蓄音機があると、なんか、ん？謎解きか？これ弾けってことかな？多分これ弾かないと出らんないやつでしょう。開くんかい。開くんかい。いや、普通にさ、なんか、謎解きだと思うでしょう。ああ、そっか。蓄音機がセーブなんだっけ。お and embark on the charitable work which... Mother? Mother? Darling, can't you see I'm recording? What have I told you? Never to interrupt when the door is closed. I'm sorry, Mother.
Well, no harm done. I shall record this again later. But while you're here, my darling, why not sing for me? Of course, Mother. めちゃめちゃザレザレしてる。うるさいな。なんかさっき聞こえた音楽とは違う感じがするな。歌ってる人が違うのかな。楽譜、音楽関連の、ホラーゲームなのかなね、ストーリー的には。いや見てよこれ、この自然に囲まれたこの感じ、いいね。こういうところに住みてえわ。こういうところね、いいよね。でもそっち側には行けないのか。こっち側か。いきなりの謎解きだと思ったんだが、そういうわけではないのか。うん。ちょっと今操作確認しながらやってんだけどさ、スペースも何もないんだね。今んところホラー感ゼロよ。普通に森の中のね、あのウォーキングシミュレーターを普通に楽しんでいるだけなんですが、いいのかしら。すごい木だね。すごいこれ、幻想的。これ一枚で写真撮れるね。これ一枚でもう本当にいい感じの、お、なんだあれ。うん、何あの光。え、何？太陽の光が反射してるってわけじゃないよね。なんだ？魔法？え？犬？明るすぎね？これいけない。あ、これか？おお、いけたいけた。そっち側はいけないよね。犬の鳴き声するけど、いねえか。幻想的だね。とても幻想的。うん。これはどこに向かっているの？さっきの入れなかったところの裏側に回ってるって感じ？何もないなら走っちゃうけど、引っかかるな、ちょっと。俺のね、歩き方がおかしいのかもしれないけどね。うん。何もない。お？これは、もしや。もしやのもしや？これは、反対側に来たのでは？歌声がちょっと聞こえるな。お、聞こえてきた。ちょっと待って、マジでさ、手がかゆい。あの、虫に刺されたわけじゃないのに。そういえば、アレルギーの薬飲んでないからな。飲まないと。薬飲まないと。知る人にしか伝わんねえよってな。簡単に入れんのかこれ。そう簡単には入れねえか。透き通るいい声してるね。入れる？お邪魔。何これ。あ、これで開いたのか。へえ、すごい仕掛け。こういう机の下入れない？ソングオブホラーのやりすぎだよな、本当に。多分ね、ソングオブホラーの実況が終わったあたりで投稿されてると思うんで、先に言っちゃうんだけど、なんだっけ？
全員生還目指してやってたんだけど、死にましたね、あれね。あれ死にました。うん。いや、このぐらいまたいでいけよって思っちゃうけど、あ、いける？あ、いけないか。やっぱり中に入るしかなさそうだな。じゃあ入っていきますか。敵はどこで出てくるんだ？カーテンが開いてんのか、そこ。すごい、すごい、声が近い。スピーカーかなんか使ってんの？使ってないでこの聞こえ方は相当な、音量よ。これ開く？おっと？中に入って開かないよね。開かないよね。だってもう帰れたらもうゲーム終わっちゃうもんね。うん。暗いな、それにしても。懐中電灯的な。ん？電話が鳴らなかった、今。電話だ。はい。うわぁ。もしもし、電話です。あ？これ、選ぶの？トーマス、my Thomas! You do not know how wonderful it is to hear your voice. ああ、選択肢があるのか。あ、そうだよね。なんか助けを求めてたんだもんね。君の手紙を読んだが、かな。いやーでもここで何があったのかも気になるんだけど、まあ、とりあえず、ストーリー的にこれかな。I prayed that you received it, hoped that you would come. I know my request must have seemed strange, and I fear it was all for naught, that everything has changed now.いやーごめん。あのね、本当に音量ミスった。キンキン声がうるせえ。本当に耳の鼓膜破れそう。あー、ここで何があったんだ。うん、全部選べんのか、これ。I do not have the words or heart to voice it. It is far too terrible to recount. Please be careful, my love. This place is no longer safe.うん。いや、あなたが生きているのかどうかが気になるんだけどね。I'm safe upstairs, but I cannot leave the attic. I've had to lock and bar the door, hide away from the others. 屋根裏部屋に隠れてる？いや、死んでんじゃねえの？そうだよね。誰に見つからないようにしてんの？ My father and uncle, the staff.They have been beguiled by the darkness that inhabits this place. They are no longer themselves, but stalk these halls, attacking anyone that makes a sound. うん。Please, Thomas, listen carefully. Together we can put a stop to all of this. My father made recordings on brass cylinders of a song, a strange melody that affects the mind. 人の精神に影響を及ぼす。If all of the cylinders are played together on the harmonium,This madness will end. You need to find them and bring them to me. うん。言ってることが完全にソングオブホラーなんだよな。完全にソングオブホラーなんよ。音楽で、ね、人々がおかしくなってるって完全にソングオブホラーなんだよな。プルーデンス・ウィリアムズを読めねえ。1894年、スカーの乙女。あなたの歌が永遠に歌われますように。うん。これは、アイザックの、リニューアルオープンのメモ。裏側は何もない。読むのは、言い切りでも大丈夫？あ、言い切りダメなのか。エンター。リニューアルオープン最終リハーサル、1897年10月の22日。グラウンドハーモニウムの準備。
まあそういうあれか、日記 J、 J で見られんだ。なるほど、 OK。 これは外せんのか。これ隠れポイントだったりする？これも外せるじゃん。あ、これ内側からくせー。内側からっぽいね。なるほど。しゃがむのは C だっけ？ C、やりづれんだよな。やりづらいのよ、C。全部統一してくんねえかな。なんだ？何の音？大丈夫？大丈夫？あ？何これ？お？え？は？え？あ！わかったわかった。これ、音を鳴らしてるんだ。つまり、マッピュー。これ、あれか。要するに。大丈夫？これあれか。要するに、音を立てて誘導するのもあるってことか。いきなり合わないよね。すっげえきしんでる音するんだけど大丈夫か？うわ、もう完全にこれ、鍵じゃん。ん？だよね。イカの鍵が必要。イカの鍵。あ？トイレ？トイレかい？これ。これ隠れられそう。そんなことは、ない。トイレ、開けられ、ないのか？開けられないのか？開けられないのか？なるほど。お邪魔ー。うん。自動では閉まらないのね。素晴らしい。大体のゲームって自動的に。受付。トイレ。ホールか。なるほど。なんか、話し声聞こえない？気のせいか？あ？話し声が聞こえる感じするのよね。話し声が聞こえる感じすんのよ。なんだ？何かいる？そう。ちょうどいいタイミングで、申し訳ないんですが、ちょうどいいタイミングで申し訳ないんですけど、イヤホンの電源が切れたので、お、ですね。はい、ちょっとスピーカーの方から音が漏れちゃってるんですが、一旦ここで終わりにしましょう。はい、ということでね、今回から、メイドオブスカーというゲームを遊んでいきますので、よければ最後までお付き合いいただけたらと思います。ということで、今回も最後までご視聴ありがとうございました。もしよろしければ、チャンネル登録、高評価、通知の Twitter、インスタ、コメントなどよろしくお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。